教えて春郷先生。みなさんこんにちは、小林郷です。こんにちは、長里春奈です。こんにちは、ぽんちゃんです。さあ、前回までは4枚麻雀をやってきましたが、はい、今日はいよいよ13枚でやってみたいと思います。13枚早いね。めっちゃ多いやつやね。もうこんな長くなりますよ。うーんめっちゃ大変そう。怖い。頑張れ。いやいや13枚の麻雀を様子を見てもらって、うん、さらに役というお話をしたいと思います。役もやるって大変だって何だろうね。もういや、そんな説明もしていきたいと思います。それでは早速13枚麻雀やってみましょう。さあ、それでは今回は麻雀牌13枚を使って、うん、今までは2人でやってたけど、本来の麻雀と同じ4人でやってみたいと思います。はい、ポンちゃんは横で見学してて気になったことがあったら、うん、どんどん聞いてください。いや、もうすでによくわからない状況ですね。いっぱい気になる、うん、じゃあとりあえずやってみましょう。まず、全員に13枚ずつ配られてます。じゃあまずみんなで開けてもらって、綺麗に並べてスタートしましょう。はい、はい、では行きましょう。あ、みんなめっちゃ上手に立てるやん。では並べます。もう13枚とかめっちゃ多い。めっちゃ多いでしょう。何順とか順番あるんですか？順番は決め方はいろいろあるんですけど、とりあえず私が最初ということで私からいきます。でまず最初にですね、みんなが取りやすいように自分の前の山をちょっと前に出してもらいます。優しさ。これでお互い取りやすいようにね。あれ先生ちょっと待ってください。あの少ない牌のところ1枚めくれてるし、なんか1つ落ちてないですか？あ、ここですね。これは後で説明します。また今度説明します。今日は気にしないでください。了解です。それでは私からいきます。ちなみに最初に始める最初の番の人を親と言います。親、私が親でスタートです。では捨てますね。やっぱ漢字から。漢字からです。左回りに順番に進んでいきます。左回り、はい、あ、みんなめっちゃ漢字してる。みんな漢字はいらないんです。そう漢字ばっかり。あ、先生なんか揃ってるやん。これ揃ったね、うん、でも3枚組4つ作らなきゃいけないんでね。あ、そうか、13枚、うん、うん。まだまだ先は長いです。9だ。漢字がないときは1とか9とかから切ってきます、うんうん、先生でもなんか揃いそう。なんか揃いそうじゃない先生？すぐ揃うかな。3枚組は今のところ2つできてるね。4つできるかどうか。何来た？お、あ、あもういらないかな。だいたいみんな漢字と1級ばっかり捨てます。お？お？なんかだいぶできてきたね先生。でもこれ漢字やけど置いといたんですか？2枚あるやつは3枚、うん、3枚になるかもしれないから置いときます。なるほど。2か、そうか、そうだね。1とか9がないので、うん、次は2ですね、うんうん。先生これ多分揃うです。ぐ本当に絶対揃う。うん、でも離れてるからいらないね。いらない。みんな漢字を捨てなくなりましたね。
そうね、漢字をして終わって、もうみんなあんまりないんじゃないかな。レンジだ。あ、あ、いかないね。先生、なんか運悪ない？なかなかね、思う通りいかないんですよ。4枚いけて早かったね。ツボ。え、あれ？ツボって言われた。あれ？え、先生めっちゃ揃いそうやったのに。さて、これで、1人が上がりましたね。上がってますね。で、この時点で上がった人だけが点数をもらえて、うん、1曲終了です。これで終わり？これで終わりです。え、これ上がれへんかった人は終わり？終わりです。で、この上がった人だけがその手の形に応じて点数がもらえます。さて、ポンちゃん、今、はい、こういう上がりが出たわけですけども、うん、ちょっともう一個上がり系を持ってくるんで見てもらいたいと思います。他にもあるんですか？これは今作りました。うん、わー、なんか濃いぞ。なんか濃い。これもよく見ると上がってるんだよね、うん、上がり。あ、1、3、頭ができてて3枚目が4つできてる、うん、で、これも上がりなんですが、うん、どっちの手が綺麗ですかね。綺麗？うん、上かな。そうだよね、うん、上のこういう手の方が綺麗です。実はこの綺麗な組み合わせのことを、うん、麻雀では役って言っていて、役できるだけ珍しく綺麗な役を作った方が点数が高くなるんですね。先生、はい、綺麗の、なんだろう、基準はあるんですか？同じ種類が綺麗とかですか？綺麗の基準はね、まあ、これはもう一番綺麗なぐらいなんですけど、うん、まあ、やや法則性を持った組み合わせと思ってくれるといいかなと。法則、例えば1から9まで揃ってるとか、うん、全部自配とか、うん、そういうある程度の法則性を持った組み合わせ、これを役と言います。なるほど。で、この役が実は麻雀では30個ぐらいあるんだけど。 30? え、めっちゃ多くない？めっちゃあるんですよ。無理、覚えられへん。ただ、まあ、めったに出ないやつもあるので、すぐに全部覚えなくても大丈夫です。え、先生は30覚えてるんですか？覚えてます。さすが、一応先生なんでね。ということで、次からはですね、この役についてお話ししていきたいんですが、はい、まあ、できるだけよく出る基本的な役からお話ししていきたいと思います。わかりました。さあ、ポンちゃん、はい、今小馬郷先生から役の話をされたと思うんですけど、うん、素敵な形を作れば役になる。役、はい、ただ上がるためにこの役ってものが最低1個は何かつけないと上がれないんです。一つ必要、何かしら一つは必要なんですね。うん、30個ぐらいあるからなんか1個はできそうです、ね、確かに30もあればね、いける。それではまず一番基本的な、はい、はい、簡単な役から。簡単なの嬉しい。はい、ポンちゃんに教えていきたいと思います。はい、はい、まず一番最初に教える役は面前ツモという役です。面前ツモ、ツモって聞いたことないですか？ツモ聞いた、さっき聞きましたね。自分で取ってくる、そう、あ、そうそう、ツモってくるっていうやつでしたね。そうなんです。実は最後ツモって言って上がるともうそれが役になるんですよ。ツモは役なの？役なんです。でも、もう一個あったじゃないですか、上がり方って。あった、何でしたっけ？中国っぽいです。あ、ロン、ロンですね。ロンは役じゃないんです。え、ロンはちゃうの？ダメなんですね。え、なんでなんですか？麻雀4人でやってましたよね、うん、はい、4人でやってて、他、自分より他は3人からのローンは簡単ですけど、自分だけ持ってくるツモっていうのは4回に1回しか回ってこない。
確かに、うん、ということでツモだけちょっとお得にしたんですね。これがメンゼンツモという役です。メンゼンツモ、ツモは役、うん、ロンも役じゃない、うんうん、自分で頑張れってことですね。そうですね、自分だけで頑張れたら頑張ったでしょうがもらえると思ってください、うん、なるほど、覚えやすい頑張ったでしょう。じゃあ簡単だったんで、うん、今の役、うん、もう一個今日は教えちゃいます。もう一個役を教えちゃいます。もう一個の役はタンヤオという役です。タンヤオ聞いたことないですね。なんかお肉みたいな名前。あ、確かにタンヤオちょっと美味しそうな役ですけど、うん、実は作る上でもちょっと美味しいです、うんうん、上手、先生上手やな言い回しがはい、タンヤオというのは出来上がった形14枚ですね。14枚、はい、この中に1と9と字の牌がなければタンヤオという役ができるんです。1と9と字です。あ、字、はい、強そうって言ってた字。あ、強そう、使っちゃいけないんです。漢字があかん、はい、漢字はダメ。あと1と9がダメです。1と9、はい、これを14枚の中で1つも使っていなければ、うん、タンヤオという役がつきます。これは簡単な役ですか、うん、先生に最初捨てるのどうやって教えられましたっけ。漢字はまず捨てる。1枚だったら1と9を捨てましょうって言われましたね。先生の言うことを守っていると自然にできるわけです。え、だよ、めっちゃ簡単やん。簡単なんです。きた。さあ、今回は13枚で麻雀をして役の面前相撲とタンヤを教わりましたけども、ポンちゃん、はい、どうでしたか今日は。今日は覚えることがいっぱいやった、うんうん、難しかった、うんうん、まあ、いきなり13枚だったからね。そう、うん、大変だった。13は多い。お疲れ様。でも役はまだいっぱいあるよ。あと、28ぐらい、 8?28 ぐらい、30ぐらいかな。いや、40あるかもしれない。ええ先生、増えてない？増えてる、大変だ。厳密には何個か分かんないもんね。え、決まってない。うん、どうでしょう。30ぐらいです。30ぐらい、はい、じゃあ、今日教わった面前相撲とタンヤオですけど、ポンちゃんどっちが好き？ポンちゃんは、うん、面前相撲かな。面前相撲の方が好き、うん、なんで？え、だってなんかタンヤを考えなあかんかったけど、面前相撲は自分が頑張ればいけるし、うん、ですね。簡単だ。私はちなみにタンヤのが好きかな。え、なんでなんですか。なんか端っこがない方がちょっと綺麗に見える気がする。そうなん。なんとなくですよ。綺麗。ポンちゃん、ゴー、うん、先生に聞いてみて、どっちが好きって。ゴー先生、先生は、はい、面前相撲かタンヤオどっちが好きなんですか。まあ、好きとか嫌いとかない方がいいかもね。嘘全部の役を使いこなせるようになるといいですね。え、こんな楽しく今会話してたのに。嘘やん。じゃあやっぱりそう、ドライなの。好きとか嫌いとかないと思ってたんだよ。うん、なんで先生聞かしたちょっと私には精神的にちょっと先生が聞かしたよね。今のポンちゃん先生聞かしたポンちゃんだったら聞くかなと思って、はい、クマやからと思って。そうすいませんでした。まあ、許したろ、うん、好き嫌いは良くないってことですね。じゃあポンちゃんも太陽も頑張る、うんうん、頑張ってください。さて、好き嫌いのない小馬先生、はい、次回はどんなことを教えていただけるんでしょうか。次からもね、また新しい役が続々 で出てきますんで、うん、え、ずっと覚えたらあかんやつや、うん、嫌いとか苦手とか言わずに新しい役どんどん覚えていきましょう。頑張る、頑張ってね。
ポンちゃんが投稿拒否しないように頑張る。ポンちゃん来てもらわないと春郷先生終わっちゃうから困る。確かにちゃんと頑張る。勉強になったなって思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。分からないことがあったらぜひコメントもしてください。それではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。皆さんこんにちは、麻雀連合の小林豪です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。麻雀が一人で打てる、学びたいよりも打ちたいという方には健康麻雀実践コースとノーレートフリーコースの2つからお好きな方に来ていただきます。健康麻雀の実践コースというのは、主に平日の昼にやっているものなんですが、ある程度打てる方で、ちょっと年配の方が多めの時間帯にやっています。ノーレートフリーの方は夜にやっているものなので、結構いろんな年代の方がいらっしゃいまして、仕事明けの強い若者から、ゲストプロまで、いろんな方が来てますんで、腕試しをしたい方はこちらに来ていただきたいと思います。常設のコースではないんですけど、女性限定とか学生限定の教室っていうのもやってます。不定期なんですが、小林号勉強会というのもやってまして、結構麻雀打てる方向けの教室みたいな感じでやってます。詳細はホームページや SNS などから確認していただくとスムーズかと思います。